どうもよろしくお願いします。たしのみやです。それではですね、今日も、満月の夜やっていきたいと思います。今回はとりあえず神父を倒したい感じだからね。よし、交代バイバーイ。次の交差点行きましょう。よし。この商店はどの？あ、幸福のやつだ。いいね。よし、船長行きます。幽霊船長との戦いは、目視録からスタートしていきますか。回復しかない。どう残そうか。いや、いいか。3000MP 回復しときましょう。オッケー。さあ、とりあえず、アーマーで全部受けます。よし。さあさあさあ。敵が最終プレイスに2枚のダメージを与えるカードは使用者自身にダメージを与える。だって、ここは、とりあえず、表現して、憤怒の怒り、あ、これってもしかして僕、自分に祈り返ってくるかな？どうなるんだろう？わかんないですね。まあ、いっか。一回起動して、次のターン。よし。直接の攻撃カードじゃなかったら帰ってこない気もするね、なんか。ってなイメージだけど。どうだろう。今度5で入れて、知恵。魔力で懐中時計使う。めっちゃドローできる。祈りを5ターンずつ入れて、目視録のカード速達。祈り5ターン入れる。撤回、未来予知、祝福、終わり。かなりいい感じですね。お、めっちゃ刺さった、強い。さあ、終わりと思ったら、しかも、そっかそっか。今2回、懐中時計使ってるから余裕で、ターン獲得してましたね。となると予言で、運動、取って、運動5ターン入れて、適当、不当の回復薬で、ドンと、よし、いい感じです。あと15点。15点は何かしら通るでしょう。簡単に。さあ、アセルジュー魔力、祝福で。で、未来予知。何これ？こんなのあったっけ？あとの段階指示3点の MP 薬、はい。懐中時計、結界知恵、結界、予言で、最初から予言使えばよかった。で、憤怒の祈り。これを、何ターン入れればいいんだっけ？ 3 ターン？あ、2ターンでよかった。あ、でもいいのか、同じだ。目視録2枚使ってるから、これで OK。よし。さあ。さあ、順調に倒しましたね。どうしよう、今回はこのキノコ王を倒したら終わりにしますか。キノコ王と戦っていきます。キノコ王は何をしてくるのかな。死亡した場合、一回だけ転生する。あー、そういうやつだ。無敵になるやつだったね、多分。まあ、結界予言の、どうしよう。懐中時計かな。懐中時計、懐中時計して、ターン獲得しました。憤怒5ターン入れて、回復、未来予知、憤怒もう一発、オッケー。で、次のターン、で、目視、目視、攻撃の祈り5ターン、祝福、オッケー、ドン。え、強いね、いい感じ。さあ、残り HP30、回復していくね。めっちゃ回復するね、君。37位まで回復しちゃった。まあ、でも、祈りで、普通に大丈夫そう。予言聞いて、予言使って、何を聞こうと思ったんだ。何かを、魔力で、溢れ出る魔力しようと思ってんだけど、僕今。何しようとしたっけな。
懐中時計かな。懐中時計じゃないんだよ。あ、でも懐中時計でいいか。溢れ出る魔力の懐中時計。うん。一回、祈り5ターン入れて、未来術師。一回、オッケー。あ、ちょっと残った、もったいない。あと2点通しとかなきゃいけなかったな。次のターン、無敵になっちゃう相手。で、フンド、ターンで入れて、本当は無敵でしょ？本当は無敵がめんどくさいね。じゃあ予言で、祝福とかで買い、アーマー作っとこう。うん。オッケー。じゃあこのアーマーで頑張って買います、このターン。うん。なんかカウンターをいっぱい置いてるね。うん。よし。OK？ 終わった。うん。懐中時計。祈り5ターン。あ、懐中時計魔力使えなかった。うん、違う、懐中時計で引いたんだ、これ。そっか。そうだ。仕方ないね。うん。じゃあ、未来予知する魔力で。あ、それでいいか。あ、なんかしたった。敵は魔力カードをプレイした場合、そのカードを打ち消す。うわぁ、溢れ出る魔力消されちゃった。うん。知恵。あ、これも？まあ、同じの持ってるじゃん。持ってよね。で、まあ、いっか。未来予知して、攻撃の祈り5ターンのカードを取ってます。で、フンド5ターン入れて、回答で次のターン。うん。オッケーオッケー。さあ、通常攻撃がいっぱい刺さる。なんかいろいろされてる。いっぱいされてる。よし。終わり？終わったね。よし。はい、いいよ。フンドの祈りがめっちゃ強い。よし。今度攻撃入れて回復結界の予言で、予言どこ引く？予言で、いやー、ここは懐中時計ですね。懐中時計、祝福生命の祈りと、よし。さあ、次のターンで終わりだと思うんで、よし。ここはアーマーでしっかり耐えて、さあこのターン、まず回復をしたい。回復はないかな。あ、回復は別にいいか。生命の祈り使ってたわ、僕。うん。じゃあ、これは普通にこのまま、未来予知で GG かな。よし。OK。ってことで、倒しました。まずはギャンブラーを戦ってギャンブラーをしばきますというところからやっていきたいと思います。うん。でやっていきましょう。カードいっぱいくれるからギャンブラーはね、結構ね、戦いやすいやつで。うん。祈りをどんどん使っていきます、まず。うん。で、一回で、回復系ゴリゴリ回して、予言で何を引くか。予言。モークシロクを引くか、懐中時計を引くかなんでね、個人的には。懐中時計かな？懐中時計引きましょう。懐中時計。よし。そうして。さあ、このターン終了です。うん。さあ、とにかく、ハンマーで耐える感じで、防御でしっかり耐えていきます。うん。オッケーオッケー。さあ、祈り系をまずサクサクと使っておく。あ、いいね。これ、溢れてる魔力で、目視力使うっていう、もりもりできる。うん。未来予知と、知恵、回復、速達、生命の祈り、祝福の懐中時計、目視力、予言は、アクション不足。うん。でも、アクションの数もう一個くらい欲しいなぁ。よし。さあさあさあ。かなり、
いい感じじゃない。ギャンブラー意外と HP 多いよね。1000はないね。1000とか言いそうになった。198? 結構高い。攻撃の祈りと憤怒の祈りを使って、知恵でドローする、回避薬使う、で、予言入れる、予言はどこにするかな?うん。予言はまず懐中時計行こうか。懐中時計の、溢れ出る祝福、東京で、まあ終了。オッケーオッケー。アーマーも結構あるし大丈夫でしょう。うん。さあ、アーマーで受ける、アーマーで受ける。さらにアーマーで受ける。うん。さあ、どうしますか。カードが多くて分かりづらいけど、とりあえず祈りを使って、で、祈りを使って、回復薬、何目だっけ ?25 と ?16 だから ?41 通る。まあ、回復も通るから、これが発動すれば終わりだから、終わりだね、これで。うん。HP15 回復でマックスになる?なるね。さっきこう使ってたの終了だ。あれ?足りなかった。なんで?前回からちょっとダメージ計算怪しすぎまんなんだけど、僕。うん。ミスったね。まあでも、いいでしょう。まず回復したい。待って、いろいろ出てきてわかんなくなった。祝福使って回復して、まあ、今度1ダメ。ん?そうだよね。よし。はい、俺とギャンブルしねえか?お前分かったら俺のティンバをやるよ。はい。負けますか?はい。負けた。負けたんだけど、悲しい。うん。でも戦闘報酬もらうから、とりあえず一応プラスだね。オッケーオッケー。敵のデッキの上からカードを3枚確認し、獲得する。いらないかな ?NP で。うん。さあ、80超えたから報復を取りましょう。ほっとって猫バーバイバイ。新しい商店だ。あ、ひらめきのやつだ。ひらめき欲しいんだよね。普通の宝箱開けます。よし。敵から30点の HP 吸収する。吸収か。強いかもしんないな、これ。ワンチャン強い。これは取る。よし。薬剤師から MP もらいます。オッケー。どうする?とりあえず、2の交差点でいくか。うん。さあ、普通の宝箱買ってます。追加のターンを獲得する。追加のターン開始に、あなたの HP を1にする。HP を1にする。いや、難しいな。それはちょっといらないかな。追加のターン強いけど。強いけどだな。よし。なんかミミックがいますね。猫バー商店は新しいやつだ。未来予知は使えるから欲しいね。未来予知を取ろう。うん。で、アジア。生命吸収35点に伸びる。使いましょう。よし。で、アジアバイバイ。ミミック倒します。It's your call. よし。さあ、ミミックは雷いっぱい当ててきますね。先制でそんだけダメージって、強くない?強くない?それ。祈り使って、いっぱいの、懐中時計、魔法の符、予言、予言どうしよっか何にする黙示録か。黙示録打とうかな。よし。黙示録行って、よし。さあ終了。さあ報復でダメージを食らってくれ。どんどん報復ダメージが入っていく。うん。OK、出た。生命吸収だ。これがね、ちょっと楽しみだった。ただどうするか。とりあえず、結界使って、で、速達使って、
予言が使いたかったな。これ僕、生命の吸収を、溢れ出る魔力で使うのがね、ちょっと楽しみだったんだよね。とりあえず、まあ、生命吸収しときましょう。よし、強い、これ。めちゃ強い。うん、目視の起動して。これカウンターで終わりじゃない？あ、カウンターないや、このターン。さっきのターンだけだ、カウンター。うん。よし。じゃ、ここで。はい。バイバーイ。さ、ミミって倒しました。オッケー。あ、もうボスですね。さあ、ボス倒しに、あ、その前に、未来予知を買って、猫ばバイバイ。